皆さんこんこにちドクヘビの最近気になることを紹介する「ドクヘビニュース」今回はルートブリュック展がめっちゃ新鮮とといいいうお話をしたいと思います、えー、先日まで東京ステーションギャラリーで開かれていた展覧会のことなんですけれども、えー、この後もですね、えー、2020年まで、えー、伊丹岐阜久留米と巡回していくので、えー、ちょっと興味がある方は是非行ってみてほしいなと思って紹介させていただきます。 はい、ルートブリュックっていうのはですねフィンランドを代表するアーティスト女性アーティストなんですけれども陶器の作品を作っている方なんですね。はいこんな感じでまあ行く前はですね陶器っていうからタイルとかお皿を想像していったんですけど実際行ってみたらこのチラシの裏に載っている通りですねもうなんか見たことがないタイプの まあ陶器でこんなものを作ってる人がいるんだなっていうか <laughs> 本当に立体作品だったりこう平たい作品でもこのこのライオンみたいな「ライオンに化けたロバ」っていう作品らしいんですけれどもその何ていうかこう形がねこう四角とかじゃない本当にこう動物の形をしていたりそれで陶器作品を焼いてるんですよね。結構それだけでも 見たこととなないい感じで面白いなと思ったんですけれどもね、うん、なんか本当に陶器でこんなにいろんな作品ができるんだなっていうお皿みたいなものだけじゃなくその本当に、ね、このライオンみたいなものとかあとこういう小さいタイルを組み合わせて色を流し込んでみるとかあとはこう街みたいな立体作品だとかこれですね。はい、うん 本当に陶器でこんなにいろんな世界が表現できるんだなっていうことがこう展示室をどんどん変わっていくとどんどん世界観が変わっていてすごくあの本当に面白かったですね一人の人がこんなに多様なあの作品をどんどん生み出していくんだなと思ってこれは灰皿ですね灰皿なのにこんなに可愛いっていうねもう何て言うかそのすごい長く活動されていたと思うのですがこれ本当にかこう 可愛らしいというか,なんか少女っぽいこういう色カラーリングとかもすごい可愛いなって思ったり本当にいろんな作品があってかっこいいものからですねすごく興味深かったです。はい、この「ルートブリュック」の展覧会これから来年まで続きますので、えー、皆さんも興味があったら是非行ってみてはいかがでしょうか。 本当に、えー、素敵な色と形で、えー、本当に刺激的で新鮮で面白かったです。ははい、ではまた。